どさんこんにちは、ぜひこれそれでは今回なんですけどもペイペイ2月は40%還元ヤフープレミアム会員ソフトバンクワイモバイルユーザーは50%還元 吉野家スキヤサンマルクカフェでお得に食べる方法も解説ということで本日はペイペイで大きなキャンペーンが発表されたのでそちらについてサクッとお伝えしていこうと思いますちなみに今回はキャンペーンの解説と含めてちょっとお得に食べれる方法もあるのでそれも踏まえて楽しんでいってください それでは今回のキャンペーンなんですけども、今出てる通りですね。そのまま読み上げると、すべてのスマホユーザーが対象、対象の飲食店なら、PayPay ペペ残高でのお支払いが対象ということですね。まぁ、あ、ちょっと対象って何回も言っちゃったんですけども。そしてちょっと後ほど解説もするんですが、40%戻ってくるとすでに出ていますね。 で、今回のキャンペーンなんですが、2月の1日土曜日から2月の29日土曜日までの2月いっぱいのキャンペーンとなっています。これは結構嬉しいですね。で、先ほどお伝えしかけた今回の還元率なんですが、ご覧の通りですね。ちょっと細かく入っていこうと思うんですけども、まずは通常の PayPay ユーザーの方は、PayPay 残高から決済した時に40%分っていうのが付与されます。 あと、Yahoo プレミアム会員の方は、なんと50%分が還元されるということになりますね。これはもう対象のお店でということなんですけども、まあ、この Yahoo ミアム会員に関しては、ソフトバンク y イモバイルユーザーの方であれば、まあ、すでに対象となっていますので、もうこれはご安心ください。まあ、けどですね、まあ、ソフトバンクユーザーの場合は、スマートログインを設定して、Yahoo の ID と PayPay の連携が必要で、あと、y イモバイルユーザーの方は、レア番号 Yahoo Japan ID そして、PayPay の ID の連携が必要なのでそこはそれぞれご確認してみてくださいまあそれにしても飲食店で食事をして半額返ってくるってのは結構えげつないですねでちなみにここにも出てるんですがヤフーカードその他のクレジットカードについては還元の対象外となっていますまあそうなんですよね2月の1日からヤフーカードからのペイペイチャージするのもティーポイントの対象外となるので t ポイントの還元の対象外となるので、ここは注意が必要ですね。まあ、ソフトバンク、ワイブァイルユーザーの方は、まあ、まとめて支払いという方法があるので、まあ、それであれば t ポイントの還元も受けることができます。まあ、なのでそちらもぜひチェックしてみてください。次に、今回のキャンペーンで付与される上限なんですけども、今出てる通りですね。1回のお会計で500円相当まで、で、期間中は1500円相当までとなっています。 で通常の PayPay ユーザーの方の場合は、1回の食事で1250円支払うと、MAX の500円分の還元がもらえて、そして期間中合計3750円分決済をしたら、上限の1500円に到達するということになります。 次に、Yahoo ミアム会員、あとはソフトバンク Y-BOYL ユーザーの方の場合は、1回の食事で1000円支払うとマックスの500円の還元がもらえて、そして期間中合計3000円分の決済したら上限の1500円に到達するということになります。まあ、これらを目安にぜひ決済してみてください。 そして、今回の気になるキャンペーンの対象店舗なんですけども、今出てる通りですね。ちょっと上に小さく出してるんですけども、まあ、せっかくなので、ただただ紹介するだけではなくて、ちょっとしたお得な方法も含めて一つ一つお伝えしていこうと思います。まずはこちらのコカ・コーラなんですけども、最初あの、コカ・コーラって見たとき、どこで使われるんだろうって思ったんですが、こちらでしたね。 じゃんてと,ということで、まあ、航空音の自販機。その中でも、航空音ペイが使える自販機ということですね。まあ、少し前のスイカが対応したことで、まあ、航空音の自販機をちょっと動画で取り上げたんですけども、まさか今回こちらも還元の対象となるとは思いませんでした。まあ、なので、航空音ペイ対応の自販機で決済する場合は、PayPay ペペをセットして2月の1日から、まあ、もし航空音の自販機使われる方は、支払い方法の設定を間違えないようにお願いします。 次は31のアイスクリームですね。まあ、これは31好きな方からしたら結構たまんないですよね。まあ、公式のアプリでは、 一アイススマイルというちょっとしたポイントみたいなものが貯まったりですとか、あとはたまにこうクーポンとかもあったりするので、なのでまあペイペイで決済するプラス公式のアプリと併用しながら使ってみてください。次にサンマルクカフェですね。このサンマルクカフェはお店の公式アプリがあるので、まあそれこそたまにこちらもクーポンが出たりとか、まあそれと併用しながら、あとはなんとドコモの D ポイントも貯めることができるので、まあここはお得なコンボが結構できますね。まあそれこそこの サンマルクというつく日に関しては D ポイント9倍もしくはサンマルクカフェのアプリポイントが3倍とかも貯まることができるのでまあそれを狙ってサンマルクカフェ利用するのもいいのかなと思っています 次は、好きは一旦飛ばしまして、ここの花丸ですね。ここの花丸うどん以外にも、うまげな、さぬき麺やつるさくというお店でも対象です。で、花丸うどんの場合は、よくスマートニュースでクーポンが出ていますので、まあ、ここもその期間中2月からクーポンが出ていれば、スマートニュースのクーポンと併用してみ見るのもいいのかなと思います。 次は日高屋ですね。こちら僕自身はまだ行ったことないんですけど、多分まあ九州にはお店がないのかなと思うんですが、今回はこの日高屋以外にも、中華一番雷軒、ラーメン日高、チャンポン、さいのミというお店も対象となっています。 次は松屋ですね。こちら結構松屋以外にも使えるお店は多いです。松屋以外にも松屋、松野屋、松野屋、チキン亭、マイカリー食堂、天松、松そばステーキ屋、松というお店も対象となっています。まあ松屋の場合は今ちょっと右の画面に出てるんですけども、公式のアプリがあります。 そしてなんと今出ている松屋モバイルクーポンの場合だと2月4日の15時まで使えるクーポンも出ているのでこちらも合わせて使うとめちゃくちゃお得ですね。まあ今読み上げるとクリスマスお年玉モバイルクーポンということで期間内なら何度でも使えるということですね。牛飯カレーの30円引きそして定番丼ぶりの50円引き定番焼肉定食70円引きということでこれと併用してペイペイで決済したらさらにめちゃ めちゃくちゃお得ですねまずぜひこれも使ってみてください そして、次はみんな大好き、吉野家ですね。吉野家の場合は、今回は僕自身は結構スマートニュースのクーポンを使ってお得に食べています。まあ、左のテイクアウトの30円引きを使うことが結構多いですね。あと、吉野家の場合は T ポイントを貯めることができるので、まあ T ポイント、もしくは、まあ少し前からモバイル T カードも対応するようになったので、まあほんとスマホ一つでもポイントとお会計、そしてクーポンも出すことができるので、ぜひこれで PayPay ペイペイで決済してお得に食べてみてください。 そして一旦戻りまして、スキヤですね。今日はですね、PayPay のキャンペーンの発表も結構大きいんですが、キャンペーンの発表も結構大きかったんですが、なんとあのスキヤが次にスマホ決済を導入したんですよね。しかも PayPay 以外にも LINEPay やメルペイにも対応するということの発表がありました。まあこれ嬉しいですよね。まあちなみに PayPay は2月の1日から、 使えるようになりまして、まあ、キャンペーンと同じ時期ですね。そして、LINE ペーンに関しては3月の2日から、で、メルペーは5月頃予定となっています。ちなみに、スキアでは楽天ポイントですとか、あとはドコモの D ポイントを貯めることができるので、それらのページも忘れないようにしましょう。 念のため、今回のですね、キャンペーンまとめると、期間は2月の1日から2月の29日まで2月いっぱいのキャンペーンとなってまして、還元率は40%から50%還元。で、上限は1回に500円まで、期間中は最大で1500円までの還元がされて、ヤフーカードのチャージはもう対象外となりますので、なので、セブン銀行 ATM からのチャージであったりとか、銀行口座からのチャージであったりとか、で、あとはソフトバンクイルユーザーの方は、ヤフーカードセットしたい方に関しては、まとめて支払いを使うのもいいのかなと思います。以上が今回の の飲食店ののキャンンペー解説でしたまあ、そんなこんなで今回は PayPay ペペのキャンペーンについて解説させていただきました。まあ、これ2月からなんですけども。いや、まあ、キャンペーンの いや、まあ僕が思うにキャンペーンもそろそろ落ち着いてくるかなって思ったところの結構大きな発表でしたね。まあ上限金額はそんなに高くはないものの還元率がまあ高いので何回かのランチ代ですとかあとジュース代が結構浮くっていうのは嬉しいですよね。まあ、ちなみに僕はどんな風に使おうかなと思ってちょっと迷ってるところなんですけども多分まあ吉野やあとは松屋、そしてサンマルクカフェあたりで使おうかなと思っています。まああと今回のスキアのスマホケース 決済も結構時間かかった印象でしたねまあ待ってたユーザーの方も多いのかなと思いますまあ、スキアはこれまでこうクイックペイとか ID 決済とか使えていたんですがスマホ決済の導入がちょっと遅かったですよねまあ、今回の発表ではペイペイが2月からそして3月には l ラインペイそして5月にはメルペイとなるのでまあ今後もいろんなスマホ決済がスキアで 使えるとなると、さらにまあ利用される方も多くなりそうな印象ではありました。ちなみに先ほどお伝えしたまあ公式アプリとかの組み合わせ以外にもこんな方法が結構お得ですよという方法があればぜひですね、遠慮なく下のコメント欄に書き込んでいってください。一応下の概要欄にも今回お伝えした PayPay のキャンペーンのリンクも貼っていますので詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。